あんたたちもしつこいね。あたしゃ立ち抜かないって言ってるだろ。なんだとこのババア。下手に出りゃ息になりやがって。あんたはこの間の。なんだてめえは。お前たちが例の地上げ屋か。やろってのかてめえ。やろ。この野郎。てめえ。あんたこいつらの仲間じゃなかったんだね。ええ。で、何の用だい。ケイカさんって人が四つの部族を知っていると聞いて。コウ、タン、カイは分かったんですが、残りの一つが。教えてやるよ。え？私がケイカさん。あなたが？なぜ私を助けたんだい。なぜって、当たり前のことです。正しいことのためにためらうことなく行動すること、それが残りの不徳さ。待ってください。それはなんていう。さあ、忘れちまったね。知りたかったら文武廟の関羽様にでも聞いてみな。文武廟の関羽様。すみません、ただいま一般の方のご参拝は。聞きたいことがあるんだ。ここに関羽様って。ええ、関羽様なら奥の方に。会いたいんだ。今入れるかな。いえ、ただいま廟内は大掃除中ですので、参拝はお断りしているんです。すみませんが、お引き取りください。じゃあ、同志様に聞いてみてくれないか。わかりました。ちょっと伺ってきます。入るなら今しかないか。失礼します。なんで俺だけすす払いなんだよ。もう、あのすいません。何、今は一般の人は入っちゃダメだよ。関羽様に会いたいんだ。ああ、お参りなら大掃除が終わってからだよ。頼む、聞きたいことがあるんだ。だったらまずご奉仕するんだね。ご奉仕？そう、ここのすす払いやるかい。わかった、やらせてくれ。じゃあこの辺からやって、壁をきれいに拭くんだよ。俺、書庫の方でご奉仕が残ってるから。これは義、正しいことのためにためらうことなく行動すること。